皆さんこんにちは。こんにちは。JSBA プレゼンツ我流経営ラジオ版、厚井社長のホットなランチタイム、本日も始まりました。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。すっかり胃腸も色づいてきまして、ね、はい、胃腸も色づいてきまして、ね、はい、もうこの秋に入ってもう選挙で、はあ、そうですね、国内もアメリカの方でも大変な騒ぎでございますけれども、あの中小の経営者さんたちも皆さん大変なタイミングかなと思いますが、今日はそんなタイミングにとってもぴったりな素敵なゲストをですね、はい、来ていただきました、ご紹介させていただきたいと思います。農業法人有限会社観光園代表取締役会長、はい、児玉文雄さんでございます。はい、児玉です。どうぞ。和歌山からやってまいりました。和歌山のみかん農家でもう大体53年、ずっとみかんをね、うん、あの一筋にやってきたんですけど、はい、最近ちょっとあのなんていうかあの浮気心っていうか新しい分野へねあの進出して、はい、あのフルーツパーラーとかそんなのをね、あの銀座店へ、うん、あのよく来ますんで、はい、ちょうどここちらへもねお邪魔するいいタイミングだったと思います。はい、はい、ありがとうございます。53年とおっしゃいましたけども、あの創業は明治。そうですね、110年前ぐらいから、はい、110年前、はい、うちのひいおじいちゃんがあの桑を持ってまずいやあの雑木林へ大あの一桑を下ろしたという、うん、それがあの110年前になります。すごい歴史ですね。じゃあちょっとあのサイトの方も少し出していただいて、はい、あ、素敵ですね。観音山、これはね、私の三代、はい、向かって左側が私ですね、はい、それから真ん中が母親、四代目の妻、あの妻っていうことになって、はい、で右側が私の後継者の六代目、はい、今社長やってますね、息子さん、はい、うん、で、まあ、観音山フルーツガーデン、敷地もかなり大きくていらっしゃるんですね。そうです、まあざっと申しますと大体、東京ドームの4倍ぐらいの面積で、関西の方にあの、お伝えするときは甲子園の4倍という、甲子園の4倍、はい、その方が分かりやすいんでね、はい、そうですね、初めからそんなに広いかったわけではないわけですね。もう4分の1、5分の1の面積を、あの父親から受け継いだ形なんですけども、あのやはり皆さんもお聞き及びやと思うんですけど、地域がね今農業分野もすごいあの衰退してしまって、今老齢化が進んでます、でその老齢化された後継者がない方が耕作放棄しちゃうんですよね、もうあの世話をしなくなる、そういうところを借り受けて新しい自分とこの必要な品種を植えたり、そんなんで増やしてきました。はい、この観山フルーツガーデンを中心にこう広げていくようなそうですね、あの、はい、最初から計画通りいけばこう、同じ甲子園球場コーラあの東京ドームぐらいのが一箇所で固まるんですけど、はい、残念ながら右のちょっと3キロ離れたところで1000坪出たと、今度また左の方で300坪出た、そういうのをあの借り受けてますんで、はい、今モダイクみたいな感じでね、あのなってます。もう仕方ないんですねこれね。そっか、あれってあの土地の権利の権利を誰が持ってるかとかでこう、はい、なかなかこう譲り受けたり借り受けたりするのが難しいなんて伺ってるんです。そうそう、そういう苦労もあったりしたんですか。確かにね、難しいとこあります。一番まあ、私とこっていうか あとで栽培していくもんとして、あのありがたいのはね、もうよう作らんなと、で前のその方が作っていたあの木があの果樹がね、そのまま健全な状態でパッと借り受けてさせてくれたら、これはお金をかなり払ってでも私そうでしたらペイできるわけですけど、2年も3年もしてやっぱりあかんわって言ってこうもう気が枯れてもだのを借り受けるとまた一からなんですよ。で一からやると福蔵みかんなんかでも本当に品質のいいもんを作ろうとするとあの木を植えて4、5年かかるんですね。最低5年かかります。5年経たないと本当にこう満足してお客さんに気に入っていただくようなフルーツができてこないんで、そこのタイミングが非常にね
でも私とこはもともとそうやって、もう何年も何十何百年以上も作ってますんで、おかげさまで地域では信用あるわけですね。それだけ、まあ、農業委員会でもあそこだったら大丈夫だろうと、途中で放棄してやめてしまうことないやろっていう、まあこれも一つのありがたい信用なんですけど、だから割と借り受けやすいです私との場合はね。だから新規就農の方が、例えば都会でちょっとまあ疲れたとか、都会農業どうしてもやりたいっていう時にポンと見えた時は、やはりねいつ辞めるかわからんっていう農業委員会のそういう組織が心配するわけですね。そういう人にとっては難しいかわからない。あ、なるほどですね。ちょっと話進みますけど、そういう方のためにうちが仲介をして私どもが借り受けるわけですね。でそれをその方に無償で対価の貸し与えると、はい、そうやって無償で、ほぼ無償なんです今、農地ってね、耕作放棄した時は固定資産税なんかっていうのは、ほんな何百円です、広いところでも。でそれプラス水費ってね、水が自由に使える権利、これはね300坪でだいたい300坪ぐらいの、お屋敷にお住みでしょ、300坪ぐらいで本当に1万円ぐらいなんですね。これで自由に水を使えるって、干ばつの時なんか雨の降らない時なんか使えるっていうのは絶対借りるべきなんで、それだけです。今信用があればそれだけで貸していただける。でも耕作放棄してしまうと5、6年が投資ばっかりでね、収入入ってこないと、そういう、いろんな、難しいことはありますけど。じゃあ地域 の、 そのリスクとチャレンジをもうそこも引き受けて出しちゃるっていう、まあまあそう、 ご互いにウィンウィンなんですよ、彼らが私とこの欲しいもんを植えた状態でのれん分けしますから、彼らが栽培したのを私とこがインターネット販売させていただく、だから彼らにとっても他の組織へ持っていくよりも私とこへ持ってくる方が身入りが収入がいいんでね、で私とこもそんなにこう大勢 の、 社員を抱えて全体をね、見るわけにもいかんので、やはりいろんなスキルが必要になってくるんでね、そんなんでそういう独立するとやはり彼らは自分の土地やから、一生懸命世話してね、いいもん作ってくれます、なんかいろいろだいぶ、話こんがらがってきました。あ、いやいや、全然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 興味あるところがバンバン聞いてしまいました。じゃあちょっと一度資料の方戻って、今回ご用意いただいた資料がありますので、ちょっとこれが先ほどの話、ね、そうなんです、今、ど真ん中って書いてある、あそこにが本社なんですけど、あそこが手前の1階がパッキング、発送するための梱包するとこですね、で手前の2階がフルーツパーラー、それから奥の方の、2階は加工場で、その下がオフィスになってます。お客さんからご注文いただいたら、あそこでいろいろ伝票処理して、でこう隣の部屋へ発注して、でそこから黒猫大和さんが取りに来てくれるっていうね、一箇所で全部完結するんです。で あそこにフルーツパーラーがあるんですけど、お客さんがあそこに見えて周り1キロ端っこまで1キロ民家ないんですよ。そんな田舎のど真ん中のところに、果樹園ばっかりなんですね、周りが。そんなとこへね、お客さん見えたら、こんな中に本当にフルーツパーラーなんかあるから、皆さんそう思われるみたいです。だからそれがまた一つの売りで、コロナの時なんかはお客さん減らなかったっていうのもね、あそこ行きゃコロナの菌もいないやろという、多分密じゃないそうそうそう、密にはならないやろというね、このシャオクと言ったらいいですかね、パーラーと言ったらいいですかね、はい、いつ頃これはね、まだ6年前です。6年前ですか。6年前、はい、それまでは別のとこ、昔からのとこでやってたんですけども、とってもいろんなね、社員も増えてきますし、今社員で大体30人ぐらい、正社員ね、デパートさんを含めると100人超えてますん でとってもできないということで、ちょっと借金もしましたけども、建築建てました。
それと同時にフルーツパーラーをオープンしたんですね。なるほど。いや、こんな豊かな自然のところで食べるパーラーはさぞや美味しいでしょうね。もう本当に土日はもう行列できます。あ、今でもね、特に桃の時なんかね、はい、一番今までの最大なんですよ、うん、100人待ちになったことあるんですよ。100人待ちですか、うん、はい、たくさんのフルーツお取り扱いのようですね。そうですね、こちらにもありますが、はい、まああの、はい、最初は私とこもみかんだけ、あの親から譲り受けた時はほぼみかんだけだったんですけど、やはりあのインターネットをね利用するのも私とこ近隣ではもう一番早かったんです。いつぐらい、そう、あのアクセスポイントっていうのは和歌山県なくて、はい、なくて大阪大学まで直接つないだっていう頃から私やってますんでね。、でそうこうこうインターネットでお客さんがどんどん増えてくると、はい、そういう時にみかんだけではねお客さんいろんなあの、お好みがあるん で、うん、でこのこれをご覧いただいても上から見るとデコポンですね、うん、でからあのライムとかユズとか、それからブラッドオレンジとか、うん、であのそこからずっとそれでから桃とかね、うん、あのブドウもありますし、ね、ブドウもあってキウイ、イチジク、そうイチジク、イチジクはね私とこの紀の川市っていうところが全国一なんですよ生産量。それでも今老齢化でどんどん減ってってるんで、うち私とこ増やしてます自分のところでね。そうなんですね。まだ1年間通じてお客様に提供させていただくっていうのも一つのあのコンセプトになってますので、そうこの中でも冬にできる品種もあったりするわけですか。そうですね、この黄色いのが大体あの、冬に、まあ、グリーンもあの冬なんですけど、面白くてねこの国産レモンはあのグリーンが多いんですけどね、柑橘類っていうのはあの気温が高い時はグリーンなんです皮が。で12月回って12月から寒くなってくるとレモンも黄色くなる、みかんも黄色くなる、あのシリソンは変化するんですね。そうなんですね。そうなんですね。でこれらがこうフルーツパーラーだとこうパフェに。そう、その旬旬でずっと変わっていきます。だから1年間あのフルーツがある、はい、あの地域っていうのは多分私ところあたりだけやと思いますね。それは庭に1本あったりあの、はい、少しあったりすると場所は多いですけど、でも私のところみたいにまとまってある程度のロットで卸売市場に持っていろんな品種を持っていけるっていうのは、でもねこれっていうブランドがなかったんですね、あまりにも散らばってて、はい、反対に、ね、でもインターネット始めてから、ね、これだけの種類があるっていうのも一つのブランドかなって私は思い出しました。なるほどですね。今インターネットでどれぐらい売り上げがあるんですか。今でね7億から8億ぐらいの今年予定なんです。まだまだあの満足してないんですけど、いやいやもっと大きなお客さんもあの社長ら聞かれてるのに、なんそれだけかと思われるのは恥ずかしいんですけどね。まあ、あの農業大事産業としてはね、あの大きい方やと思いますね。うん、そうですよね。大きい方ですね。あれ早かったね。ああやってみかん蜂蜜もあるでしょ、あれ私とこの農園に置いた巣箱から取ってるんですよ。ああそうなんですね。もし巣箱を置いてなかったら雨に流されて、もう蜂蜜があの土を、あれしてまうだけですけど、こうやって全ての資源をね、あの活用していくっていう、受粉させるために蜂がいて、そうですそうです。梅なんかはね、あの、このあの蜜蜂がいないとうまく受粉できないんで、いろんなあの多機能な動きをしてますね、自然界っていうのはね。そっか、じゃあ取るフルーツによって蜂蜜の味も変わったりとか。あ、そうです。あの花によってね、その種類の花によって。でも私はね、このみかん蜂蜜はナンバーワンやと思ってます。あ、そうですか。香りがいいんですよ。食べたことないです。ええ、また銀座店にありますからぜひ。じゃあまた行かないと。行きます。はい。ありがとうございます。ね、早くからやっぱりインターネットの販売も始めて、この加工品もたくさんされていて、やっぱりその工夫をされたことでやっぱこう売れる量というかよりこう販売仕組みをね、仕組みを作って、はい、まあ、あのどうしても生のフルーツだけやとあの、はい、お客様から見るとちょっとアイテム不足、そこへこうやってねあの大きなあのいろこの加工品が加わることによってあの
デパートにがよく広がってきて、はい、あの言えないんですけど、うちのジャムなんかね、うんうん、あのホテルの名前は出せませんけど、はい、トランプさん泊まったホテル調べちゃいます取引で本当にね、ラウンジでうちのおしゃれなビビン置いてもらってます。そうなんですねホテルの名前出してなかったでしょ、うんうんうんね、してないです、初めて聞きました、インターネットでやるっていうと基本的には直販というか、そうです、もう B2C っていわゆるね、ダイレクトで消費者の方の玄関にお届けするっていう、ね、そういう形になってますね。勝手なイメージでいくとしがらみが大変だったんじゃないかなとは思うんですけど、あの、はい、あの某組織とあります、はい、あります。やっぱりあのね、言われなきことであの訴訟を受けたりね、だから訴訟の他にあの裁判所から出頭命令かなんか出ること、もう震え上がっちゃうわけですよ普通。いやそうですね、いや私ね、でもやっぱり商法ってあの今までだったら農業基本法の中で生産して、あの某組織へ持っていくんだったら、農業基本法の中だけであの生活できたんですけど、やはりこうやってインターネット販売なんかすると商法が今度ね関係して、まあ観音山っていうのもこれ商標を取ってたり、あの商法ね、あの基本六法の中の一つ、はい、あの商法が非常に大事になってきて、その分野であの訴えられましてね、結局言われなきことだったんで、あのこっちが勝ちましたけど、あの日比谷の弁護士さん入れて、最高裁まで行くつもりで戦いましたね、すごい。やっぱね、それぐらいの反骨精神なかったらちょっとやってこられなかったと思います。その反骨精神はどこから生まれてきたものなんですか。私もわからないんですけどまあね、やっぱり知識を持つことやと思いますね。あの、まあ、法的な面、私もそんなの法律家じゃないんで詳しいこともあれは分かりませんけど、それを持っておくことでこれは負けないと、やっぱりやりきろうっていうね、自信につながっていくと思うんでね、まあ、そんなに大したもんじゃないんですけど。いやいやいや、でも業界からしてみたら大変革の一歩をこう踏み出されている、ね、まあまあ、 あの農業分野からすればね、ちょっと変わったことやってますね、確かにね、でも利益率も全然違う。違います、違います、違います。でもね、やはり B2C となると、はい、あのお相手する数が多いでしょ。そうですね、だからクレームも多いんですよね。あの、はい、そうなんですね、例えば、はい、あのよくあるあのクレームというかお客さんからの、あの情報では、届いて開封したら3つも4つもみかんが潰れてたと、うん、でもこれはね、運送屋さんの責任なんです。そうなんです。で最近はだいぶお客さんも分かって見えたんやけど、最初のうちすごいね、叱られてね、かわいそうに若い子が窓口で叱られても、なるほどですね、そっかそっか。B2C やると今までなかったそういう苦労もあったわけですね。ありますあります、はい、コメントが来たみたいです。あ、質問が来ておりますので、はい、早速ですが読み上げさせていただきたいと思います、はい、小玉会長に質問です、はい、IT 導入など常に新しいチャレンジをされていますが、日頃からどのように情報収集されているのでしょうか、大変気になりますということで、あのパンケリの高松さんからですね、はい、来年体験研修を兼ねてお邪魔したいともおっしゃってますが、この常に新しいチャレンジをしている中でどういう情報収集を、こういうのってね、本人自身がなかなか分からないんですよでもまあ、私は大事にしてるのは気づきですね。気づき、だから、例えばこう目の前にマイクがあると、マイクの裏に何があるんやろって見てみる、この好奇心、好奇心まあ、それかなと思うんですけど、はい、うんうん、まあ、ちょっとこの IT 導入なんかでもインターネットの、はい、あのインターネットというよりもこれからは情報の時代やと、はい、今まで第三の波っていう本が出たんですね、アルビン・トフラーさんやったかな、はい、出たんです、はい、でそれ見た時に情報って何なんやろうなっていうことから、はい、あのしていって、あれお客あの情報ってのはまずパソコンやと、はい、やるの、はい、で私退職した時、今皆さんプログラミングか若い子してますけど、うん、はい、あそこでやったんですよ、うん、一番誰も教えてくれるのが本を見てね、はい、うん、本見てそのね、それが好奇心がね旺盛だったと今思います、うんうん、何でも人のしないことをしてみるとか、うん、みんな皆さんが右見てる時はちょっと左も見てみる
そういうか、はい、あのへそ曲がりっていうかね、はい、ちょっと天の弱のとこあるわけ、ね、だから私らも、うん、あの例えば銀座を見せ出すと言うて、はい、あの会社の中で言いましたけど、うん、誰もね賛成してくれない、分からないんやね、みんな、うん、あの出したらどうなるかとか、はい、でも反対するもんはしやすい、うん、反対さえしとけば、うん、今度失敗した時に、うん、ほれみーと言えるかだからあのトヨタ自動車の会長さんが言われてるって私後から聞いたんですけど、はい、そのあの会議でこういうことをしたいと、はい、提案すると、はい、その時にみんなそれいいわ賛成っていうような意見の中には5年後10年後花咲くような、はい、あの斬新なプランがないっていう、はい、誰もが5年後10年後に花咲くあの斬新なね意見に関しては、うん、あの誰も賛成しないっていう、うん、はい、トヨタの会長が言われてみたいな、トヨタさんがね同じことを偶然私もそれは思ってたのだから反対ばっかりされるんよ最近、その、はい、あの新車を取ってるのもまだまだそんな早い、どこか借りたらいいとかね、それを説得しながらこうやるっていうのはだいぶ大変でしたね、はい、でも説得はされるす、ね、しますしますやっぱりね、好奇心と好奇心と、あとそういう説得というか、こう、気づき、気づきね、はい、はいはいはい、そこに対してこう勇気を持ってこう、ね、こう一緒にやってる社員の皆さんであったりとか、うん、業界に対してこれをやるんだっていうふうに言い切るこの胆力っていうんですかね、うん、そこもすごくこう、まあ、それはもうね多分年やと思うんですか、ここまで生きてきたらねもう少々の冒険、まあ、反対なんですね本当は、年いくと保守的になるんですけど、はいはい、私は反対なんで革新的になってるんですね、はいはい、あ素晴らしい革新的になかなか、うん、それでなかったらね75歳になって、はい、こんなとこへよう来ませんよ確かにそうかもしれません でもやっぱり早いうちからやっぱりネット販売は始められたりとか、うん、そのね、この新しいものの、その裏側とか何があるのかとかっていうその好奇心がやっぱりここまで連れてきてくれたっていうのはありそうですね、はいはいはい、うん、でそのあの会長が説得されて社員の皆さんもそこにこうついてくる、そのついてくる時のその社員さんのモチベーションってどういうものがあると思いますか。何もわからんままやからあんまりそんなモチベーションが高いとかそんなないでしょうね、ないです多分ね給料払ってたら行こうかっていう話でそうですか。でもその私この間銀座店のフルーツパーラーにお邪魔した時に、はいはい、なんかあの会長のもそうですけど、なんかこう社員の皆さんのその生産愛というか会社愛とかいう、はいはい、なんかそういうものをすごく感じたんですよね。こうプロジェクターでこう会社の様子を映されてたりとか、生産してる様子、あの社員の皆さんの声とか、まあ、そういったものがあって、もうなんかますますそこでいただくパフェが美味しく、そのフルーツが美味しく感じられるなって、もともと美味しいですけど、さらに思います、まあ、あのプロジェクターで流してる画像は私がこのスマホで撮ったんですけど、はい、インタビューもやってるんですけどね、はい、やっぱりあの彼や彼女らの、はい、うちね、100人パートさんまで含めていても、はい、90% が女性なんですよ、うち。あんなど田舎でね、はい、女性の多い、若い女性の多い会社ってほとんどないんですね、はい、だから彼女らの思いをやっぱり銀座で、はい、あの伝えたいっていう気持ちであそこで、はい、あの仕事撮影したんですから、ね、あー届きました、いや実際あ今ちょっとあの写真が ね、 ね、はい、出ておりますが、はい、はい、果物のパフェですね、はい、はい、美味しそうっていうか美味しかったです。これなんかもねやっぱりちょっと伏線があって、はい、このパフェをしよう、パーラーをしようっていう中の伏線はね、あれなんですよ、新宿高野さんと以前からお付き合いあったんですよ、うん、新宿高野フルーツさんね、うん、あの本店で私や息子がこうお客さん相手にあのセミナーやったり、うん、講師やったりして、うん、そんなもんあってだいぶねあの高野さんからの地も流れてます、うん、この中で。そうなんですね、あの積極的に協力していただいたんでね。だから今のあそこの店長、あの、はい、銀座店の店長は元高野さんの社員です。あ、そうなんですね。そうそう、高野さんも太っ腹よね。そうですね、言うてみたらライバルっていうか、まあうち、うん、私とこはあの滋賀にもかけてないと思うんやけどいやいや、あのまあね、でもねやっぱり生産者ですから、この うん、フルーツの良し悪しっていうのは見極めもね、誰にも負けない自信あるんで、はい、すごい種類ですね。
種類多いです。季節ごとに美味しいものを。まもなくね、一番、あの一番人気はまあ桃なんですけど、まもなくいちごが出てきます。いちご。いちご。そうですか。でこういうこの近代 マンゴーなんていうのは近畿大学のね、あのマグロは有名ですけど、このマンゴーもめちゃくちゃ美味しいです、ここの。まあ、それぞれの季節でこれみんなうちの社員らが考えてるんですよ。パーラーの社員の方が考えてるんですね。そうなんだよ。へと、みかんのパフェもやっぱりあるんですね。かわいい。そう、一応もありますね。みかんのパフェはね、あの、はい、あの上場企業の社長が私とこ来てくれて、そこがあれあの扱ってるんですよ、フルーツも、はい、もそのこんな会社やのに私そのパフェ召し上がってね、はい、この、 あのパフェのみかん、はい、缶詰やろって言うから、そんなはずなんで私は絶対自分のところやって言うんや、うん、言うたんやけど、はい、2回言われました。これ絶対缶詰やって、まあ、そんだけ甘かったやろ。甘いからなるほど。そうですよね、本当みかんも、うん、我々一般人の感覚だとみかん当たり外れがあるみたいなイメージもあったりしますけど、うん、あの小玉さんのみかんは当たり外れじゃないと。ない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 ですね、うん、それにはね、やっぱりこれからまあみかんのシーズンなんで、私もみかんにはちょっとお話力入れさせてほしいんですけど、はいはい、ぜひぜひ。みかんのね、木って同じ方向を向いて、まあ南向きの園地が一番あの日当たりが良くてね、あの美味しいのができるって言うんですけど、その中でもやはりね、早熟のもんもあればちょっと奥手のもんもあるんですね、うん、同じ品種でもね、うん、例えば1000本あれば1000本とも全部あの違います、うん、でそれをやっぱりこうしてこの中のこのみかんの中のね、はいはい、あの品質を一時、まあそこの95点から100点の間に収めやんといかんわけですよ、うん、ね、あのネット販売でお客さんに直接召し上がっていただくんやから、うん、でその時にこうあの何万持ってある木の木を食べるわけですね、うん、はい、ここクイズあるんですよね。そうですね、うっかり言うとダメなんで、ね、いやでもちょっとヒントはちゃんと聞いてる人が答えてほしいから、はい、ちょっと言ってください。もういいんですか。言っちゃってください。この一番こう木のある中の日当たりの悪い部分ってやっぱり成長が遅いんですね。成長が遅いとこ、成長が遅い、はい、北向きも成長が遅い、うん、そこを食べて一番遅いとこを食べて、うん、美味しかったらこの木は合格ってこうテープあるんです、うん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 、で次の木はまだちょっと酸っぱいと、はい、酸っぱい、はい、あるいは味が薄い、はい、ちょっと早いと収穫するの、うんうん、でまた黄色いテープ貼ったりね、黄色いテープ、赤とか黄色で色分けしていくんですね、うん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 、そしてあのまあ木じゃあ今はこの赤いテープの分だけを収穫します、はいはい、モザイクみたいにあっちこっちこう取り歩かなんだ、うんうんうん、あちこちで収穫しますんで非常に能率悪いです、はい、そうですよ ね、でも今度は黄色いのは果たしてじゃあどうするんかっていうと、うんうん、10日か2週間後に行くとまた合格出るんですよ、うん、でまた青いのはあの、うん、半月、うん、20日後に行くと、うん、合格出るの。そうして合格した木しか収穫しない、合格した木しか収穫しない、そう、うん、だから当たり外れがなく、うん、美味しいみかんだけが食べられるんですね。 それともう一つはやはり選果機械を使わない、はい、LMS なんかに分ける、はい、そういうあの使うと、はい、あのちょっとしたここからね2回ポトンと落とすでしょ、うん、落としたら、3日経ったら味ガタッと落ちます。そうなんです。エチレンガスが発生するんですね、うん、で中を劣化ガスなんですよ、はい、エチレンガスね。だからあのみかん農家のお母さんが都会へ嫁いだ娘さんとか息子さん、あるいは親類にみかんを送る場合、うん、絶対洗濯かけませんから。そうなんです。それとさっき言ったみたいなこうあの収穫してあの某組織なんかを出荷するこうあれあの収穫してると、はい、あこの木おいしそうやなと思ってやっぱり食べてみるんですね、はい、あのお母さんが、うんうん、あこの木おいしいと、でおいしかったらそれをこう収穫丁寧に収穫します、ショック与えないように、はい、うん、そしてこの収穫籠の上にあの草か、はい、あの枝を乗せておくんです。うん、でトラックでだあと倉庫に持ってきて下ろしていくわけですよ、はい、あこれあれやねってあの草が入ってると、はい、よしこれを娘とこ送るやつやだって片隅倉庫の片隅に置くんですねそれを丁寧に手で詰めます。あだからねあのみかんも今どんどんね消費が減ってるんですよ、うん、
当たり外れがあるっていうことで、そうなりますね、そう、はい、あの、うん、私がね入った頃、うん、360万トンあったんですね、うん、360、はい、今70万トンぐらいなの、それだけ減ってんの、分の1、うん、ただね、外れがあると嫌ですよ、絶対買うの、うん、はい、悲しくなります、そう、あの、だから自分の娘に送るつもりでやっぱり お客さんに、うん、あのいろいろするっていうことは非常に大事ですね、お子さんに送ると思って、そう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 、お客様に出荷されると、そうそう、手間がかかりますけど、そうですね、もう今のお客さんってたくさん召し上がらないんでね、はい、同じなのに1個食べるんだったら美味しいのっていうことでね、うんうん、そうですね、うん、後から召し上がってください。本当言ってることが嘘、本当か嘘か。じゃあすごくいいタイミングなんで、ですね、クイズを出しちゃおうかなと。出しましょうか。はい。じゃクイズお願いします。ちゃんと聞いてた方には、ね、あの必ず分かるクイズになっているかと思うんですけども、はい。じゃあ、ちょっとお呼びいただいてもいいですか、あの問題部のところ。そうか、プレゼントクイズ。はい、プレゼントクイズ。はい、はい、お願いします。観音山フルーツガーデンでみかんの木一本ずつ。味を確認する際、どの一本の木のどの部分の実で確認するでしょうか、うん、はい、はい、1番木の一番上、2番木の真ん中、3番木の一番下、はい、はい、ありがとうございま す, います。ちょっと日の当たり方というのをどこが日当たりが悪いかって話です ね, ちょっと分かるんじゃないかなと思います。はい、はい、お答えはですね、こちらのあの、X のアットマークアズパン FM の方へぜひぜひ皆さんご回答をお願いいたします。でファックスもございます、 03-5829-4815 になりますので、皆さんわかりますよね。ぜひねご応募くださいね。そして今回のプレゼントはですね、こちらにありますね。はい、じゃあせっかくだからちょっと今度はね、あの、はい、あのなんだ、ここ、こちらは何だろうな、うん、そう、観音山トロコクみかん姫小町、はい、大体3000円分ぐらいのお一人様、はい、おー素晴らしい、ね、あ、ね、今のお話を皆さんお聞きいただいてお分かりと思いますけれども、こちらですね、当たり外れなく全てが美味しいみかんということで、はい、ぜひ皆さんに召し上がっていただきたい。でこちらをですね、10名の方に、観音山フルーツパーラー、はい、銀座店でのお受け渡しということになりますので、はい、ぜひ皆さんどしどしご応募お願いいたしますということで、ご回答お待ちしております。ではこちらで一旦、CM を入れさせていただきたいと思います。この番組は、日本中小企業スマートビジネス推進協会 GSBA がお届けしております。後編もよろしくお願いいたします。お願いします。一般社団法人日本中小企業スマートビジネス推進協会についてご説明します。まず最初に概要です。当協会は2021年4月20日に代表理事の高松を中心に約30の企業や団体個人が集まり設立されました。事務所は国会や国立劇場が近い千代田区平川町にございます。協会の特徴です。当協会通称 JSBA には3つの特徴があります。1つ目は非営利で公益性の高い法人という点です。非営利ですので当協会は事業を行い、協会や役員が収益を得ることはありません。また公益性の高い団体として運営に関するあらゆる情報公開を積極的に行っています。2つ目は会員の企業団体の皆様にスマートなビジネスを推進している点です。このスマートビジネスというキーワードは聞き慣れない単語かもしれませんが、欧米では中小企業こそ大企業よりも小回りを利かせて新しい事業にチャレンジしたり、異業種と組んで新しいサービスを生み出すなどして大企業よりも
利益率の高い事業ができるメリットがあると捉えています。 JSBA ではこれまでの経営に新しいアイデアとデジタル化で大企業に負けない生産性を実現するお手伝いをしています。3つ目は専門家による無料のサポートセンターをご提供している点です。日々の経営でお悩みの法務、経理、人事、事業承継はもちろんのこと、パソコンやシステム、デジタル化全般に関するご質問に経験豊富な専門家がお答えいたします。活動内容です。 JSBA の主な活動内容は次の4つです。1つ目は中小企業の経営やデジタル化に関する研究活動。2つ目は中小企業の生産性向上のための情報公開。3つ目は先ほどの特徴でもご紹介した経営や事業承継、デジタル化のサポート。4つ目は勉強会、講習会、交流会の運営です。 JSBA ではこれらの活動を通じて中小企業の経営を支援しています。研究会です。ここで JSBA の中心的な活動となる研究会をご紹介いたします。スマートビジネスデジタルトランスフォーメーション研究会、通称 SMBDX 研究会です。最近 DX という言葉を耳にする機会も多いと思いますが、中小企業の DX は大企業と異なり様々な課題があります。JSBA では中小企業の現実的な経営を研究し、 DX の必要性や実現性、また収益に直結する具体的な方策を導き出します。実際に中小企業を経営されている役員の方や社員の方にもご参加いただき、現場の率直なご意見や課題を聞くことによって、多くの中小企業が取り組める実践的な研究成果を公開してまいります。お試しの傍聴だけでも研究会に参加できますので、お気軽にお声掛けください。最後にご入会のご案内になります。現在 JSBA では入会金、年会費無料の一般会員を広く募集しています。一般会員にご登録いただくと、 IT コールセンターサポート、ホームなどの各種経営相談、 IT 勉強会、講習会への参加、研究資料の共有、懇親会の参加、取引先のご紹介などの特典がございます。中小企業の役員・社員様であれば、一部審査の上どなたでも入会可能となっていますので、ぜひご入会ください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、厚井社長のホットなランチタイムというわけで、後編始めていきたいと思います。私たち CM の間にちょっとはい、みかんを一つ開けちゃいまして、この美味しい部分をですね、ちょっとアップで映していただけると嬉しいなと思うんですけど、はい、こうすごくね、皮が薄くてもうみずみずしい、ね、とっても甘いんですよ。これ皆さんに本当にお召し上がりいただきたいなというふうに思いますので、はい、ぜひまだクイズの回答ですね、どしどし応募していただければと思います、はい、もう一回だけちょっとクイズの画面を出していただけますか。はい、ね、フルーツガーデンさんの本でみかんの木1本ずつを味を確認する際にどの部分でね、どの木の部分で確認しているのでしょうかということで、1番は木の一番上、2番は木の真ん中、3番は木の一番下ということでね、ちょっと日当たりを考えながら、はい、答えいただければと思います。じゃあちょっとクイズの回答はもう少し後に置いておいて、はい、まだまだ子どもさんのお話 ね聞きたいと思いますので、はい、一度資料の方ですね、 PDF の資料の方ちょっとお出しいただいて、続きのお話を聞かせていただきたいなと思います。はい、今ちょっと資料出ます。これ銀座店ですね、ちょうど、はい、今回のクイズのプレゼント商品のお引き渡しはこちらの加納山フルーツパーラーさん銀座店の方で
お引き渡しとなりますね。すごいです。これ開店の時のお写真ですかね。はい、そうですね。まあ、うん、あれです。別にご無理してパフェ食べていただかんでも、引き換えだけでも結構ですから。でもぜひパフェ食べていただきたい、ね。そりゃそうなの。本当はね、そこまで言いにくいですよ、やっぱり。で、こちらででもそのフルーツ、ね、パフェをだったり、まあ、プレートもありますよね。うん、で、そのフルーツ食べていただいて、ぜひその、観音山フルーツガーデンの素晴らしいね、フルーツの味を堪能していただきたいなと。有名人の方もね、はい、最近よく見えますんで、タイミングよかったら有名人の方とも、はい、お話は無理か分かりませんけど、はいはい、銀座 の、 ね、すごくいい場所にね、はい、歌舞伎座のすぐ近くに、ね、はい、近くありますということで、お越しいただければなというふうに思います。じゃあちょっと資料次の、あ、ちょっとそう生々しい数字が出てまいりましたね。これ売上の推移なんですけど、はい、ちょっとね、一番やっぱり気になるのは一番右側でちょっとそこで止まってるんですね。いや、この上り幅の方がすごいと思いますまあ私はね、あんまり そこじゃなくて止まってるところに一番気になる、経営者とすればね、これはね、原因分かってるんです。ちょっとフルーツが足らなくなったんですね、一気に伸びすぎて、うん、でもみかんとかこういうフルーツが植えて、それでいいもんがお客さんに送りできるような品質のいいもんができるまでにやっぱり 4,5 年、うん、あるいは6年かかるんですよ、うん、でそれでその621っていう頃から足らなくなってきて、うん、で今ある現状維持でいってるっていうことで、また次が間もなくどんどんなったりしてきますんでね、うん、特にね、イチジクなんかは本当にね、一番最初お年寄りの方が軽いから、持つのに軽いから、あんなに3段も5段も積み重ねないんで、うん、軽いからっていうことで大勢の方植えたんです、うん、それでまあ有名になって、キノコ足、私の地元が全国一の市町村では全国一になったんですけど、はい、その20年ほど前に植えた60、70 の、 おじいちゃんおばあちゃんが今度もっと年上になって作れなくなってしまった、ね、でイチジクなんかも完全に不足です。うん、パーラーで使うだけでもすごく不足してきてるんで、私もすぐ植えました。うん、そんなのをもう少しね、計画的にやればよかったんですけど、一気に伸びて、あるいは耕作放棄地が対面よく出ればいいんですけど、イチジクなんか水が非常に必要なんで、水のないとこで耕作放棄地を借り受けても、これは栽培できやんということでね、はい、うまくマッチングできなかったっていう、ちょっとこれは反省材料ですね。まあ、伸びてることは伸びてるんです、こうやってね、はい、あと続けて継続的にこれだけ、まあ、あんまり伸びるとこれからちょっと規模も大きくなってきたんで、大変なこと大変ですね。でもまあ現状は次のステップアップに向けた、そうですね、踊り場みたいな、はい、今踊り場で、踊り場のつもりです、はい、ダウンしてもたりしてねいやいやいや、もう仕込みはしっかりされていらっしゃるからはい、じゃあちょっと次のページも行っていただいて、あ、ここちょっとね、改めてお伺いしたいところですね、はい、うん、はい、ビジョン、みんな、ね、未来ということで、実現したい世界はみんなが笑顔、みんなが幸せ、うん、みんなが充実の社会の実現を目指すという、はい、まあね、はい、経営者っていうのはある程度いつもね、苦しい時でもニコニコしてないと、はい、非常に不安になるらしいんで、私は、うん、考えれば残念って言うべきか、学校出てからそういうあれなんか自分が上司を持ってやったっていうのは父親ぐらいなんで、うん、全くそういう経験がないんでね、うん、だから本なんか読んでの勉強の中でやはり、トップがいつもニコニコして、うん、ね、苦しい時でもニコニコしてるっていうね、うん、でそういうことでまた皆さんがスタッフの皆さんがニコニコしてくるやろうと、うん、っていうちょっとそういう気持ちを持ってます。うん、そうなんですね。児玉会長が一番こう影響を受けた経営者さんとか、なんかこう本とかってあったりするんですか？一番影響を受けた経営者さんだったりとか、なんか本とかってあるんですか？まあそうですね、近くに一人いるんですよ。私より若いんですけど、はい、さっき言った、言わせてもらった、このみかん、缶詰だろっていうね、その子が、はい、私と一緒に会社立ち上げて、別のね、はい、で、上場したりしてる人の子なんですけど、うん、彼のね、フットワークとかね、あれはもう全く見習うべきやなと思ってますね。さあ、だからもうちょっと用事があって電話したんですけど、はい、彼と話すると、いつもね、前向きで楽しくなるっていうね。
本当に身近にあります。すごい素晴らしいですね。だからすごく名を馳せたというか、若くて近い方からも、はいはい、学ばれる。息子と同じぐらいなんですよ。ね、その人そうですね。素晴らしいですね。じゃあちょっともう一度資料のも移していただいて、ね、で、まあ、経営理念もやはり全従業員の武神両面の幸福を追求する、うん、6次産業で六方よしの企業、うんうん、まあ、ここらはね、はい、フィロソフィーっていう言葉が入って、はい、稲森さん、ね、あの京セラのね、はい、あの方の、あのビジョンもいただいてると思いますね、うん、はい、息子もこれ噛んでるんで、はい、いや素晴らしいです、ね、で、まあ、これをいろいろ事業の中でね実現されていらっしゃると思うんですけど、うん、じゃあちょっと次の、あ、ここはちょっとなかなか細かな、わかりにくいですね。だからまあ、あのいわゆる農業分野 の、 あの今私とこのやってる中でいわゆる、うん、あの利害関係者ステークホルダーっていうのかな、今の入りの言葉で言うと、はい、作り手と売り手、あの作り手売り手っていうのは、まあ、卸した場合とか、はい、あの売り手、それから買い手、それから世間様、一般の周りを見る世間様、うん、地球っていうで未来と、はい、でそこの中が全ていい状態でやっていこうっていうことなんですけど、難しいけどね。でもこれが六法なんですね。まあ息子に教えられてるんですけど、これは。で、まあ、こういう中でいろんなやっぱことをこうされてるということで、じゃあちょっと次のページを見ていただいて、はい、で先ほどこうおっしゃってた耕作放棄地を蘇らすというね。そうですよね、はい、これ、はい、うちの若い子らなんですけど、ああやって下が、はい、あの左下ですね、うん、ああいう耕作放棄であんなの草ぼうぼうのとこを全部取ってしまって、うん、あの右側のああいうふうな植えていくと、うん、でそのためにね、農業ってね、土建業もやらんないかんですよ、うん、パワーショベルも作ったり、うん、ブルドーザーでこう鳴らしたりね、うん、そんなのもいろんな、もう本当に昔は100床って100のことしてればよかったらしいんやけど、今は300床ぐらいの、ね、パソコン持てない感じ昔はね、あの車乗る必要なかったけど、今じゃもうね、いろんな車乗りこなさんといかんしね。すごいですね。本当にね、あのあれですよ、あの器用ですよ、農家って。何でも何でも私もやります。何でも。家壊れたりしたら言うてください。私パッと直します。土建業もで、ね。でこういったところ以外にもこう、ね、こういう若い方が ね、 白い帽子ね、あの小学校4年生が、うん、あの全国でこの天満紀美子さんという人が白い帽子っていう本があって、そこに夏みかんが出てくるんですね、うん、酸っぱい夏みかん、もうないですよ、他のネット探しても。それ私そこをあえて植えたりして作ってるんで、あれ息子がね、小学生の前で、はい、うん、あの白い帽子の話をしてるというね。で他にもこれは保育園児、ね、子ども食堂もこの前松竹さんと組んでやりました。へ、うん、あの翼ちゃん来てくれたんです、すごい。で、ま、本当もういろんなことがありますね。モンベルさんとねコラボレーションモンベルさんが 上に来てくれたんで、ああやって、はい、でもでこれはみかんの元祖立花っていう、立花 の、 あの元祖ですね、立花守っていう、うちの和歌山に神社があるんです。でここはこういうやっぱり神さんを大切にさせていただくっていうのも一つね、私ども立花の実があるんで、それをネット販売して、でそれの売り上げは全部この、 あの神社に寄進させていただくっていう、そんなこともやってますね。素晴らしいですね。でも外人さんね、外国からインターンシップ生が、別にね農業をやりたくて来るんじゃなしに、私とこでホームステイできるもんですから、うん、無料で泊まれるんで、あの食費は全部打ち出しますし、はい、で、あえてお手伝いしてくれるんです。今はアメリカから2人と、うん、あのドイツから1人、ずっと誰がいます今は。これは銀座店からのね、ロンドンバス私とっかり受けて走らして、ラッピングは第一次産業の地方自治体にやってもらうんです、うん、あれ800万か900万いるんですよすごいですね。でそこへうち の、 あ の、 こあのインターンシップ生外人さんを連れてきて、はい、左側がドイツの女性、はい、真ん中アメリカ、右側がドイツと、あれとドイツとアメリカの両方の国籍を持ってる人ですね。でこの頃で大体2ヶ月から6ヶ月私ところで滞在します、ね、2ヶ月以上 いる子は東京に連れてくるんですね。案内して喜びますわ。もう本当に活動の幅が、ね、広
くていらっしゃいますね。そうもこうもしてるうちにあと1分ぐらいになってきてしまいました、ね、クイズの回答を、ね、しないと怒られちゃうのでちょっとこの辺でじゃあクイズの回答を挟んでいきましょう。もう最後になりますが、今回のプレゼントクイズお答えの方ですね、まあ、観音山フルーツガーデンでみかんの木の味を確認する際どこで確認するのかということで、じゃあ小玉会長お回答お願いいたします、はい、3番の木の一番下です。日当たりの悪い成長の遅いところを味見して、そこが美味しければ全体木全体が美味しいとして判断して収穫します、はいはい、ありがとうございま す, います、ね、農家の方がお子さんに送るときはそんな感じで見ているんだよということでね、ぜひね本当にたくさんの方応募していただいて、はい、はい、ありがとうございます。じゃあもう最後の時間になりました。もう本当に今日たっぷりお話いただいて本当に児玉会長ありがとうございます。最後に視聴者の皆さんに一言メッセージをお願いいたします、うん、はい、まあ、和歌山のど田舎からね銀座店へ、銀座のみたいな華やかなところにお店出させていただいて、あれけどもまあ、 あの3年なんとかね安泰にあのできました。でそんなんであのまた皆さんの今後のご贔屓にねしていただけたら、またあの北海道の登別温泉でも今度できることになりましたんで、でもう明日もまた栃木県もからも言ってきてくれて、はい、やはりフルーツはあのいいみたいで、私のフルーツがね、うん、好評なんで、うん、そんなんで、はい、ここらどんどん新しい農業の形としてパーラーを活用していきたいなと思っております、はい、どうぞご引きによろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。もう今日素晴らしいメッセージをいただきました、また来月ね違うゲストを迎えますが、今日は、はい、児玉会長本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。